ハローエブリアンということで、赤坂の箱でございます。ということでですね、王冠が今いないですね。あいつどこにいんだろう、家の中にいんのかな、どこにいんだ、さっきまで、あ、いた、何してんだあいつ、自販機の前で何してんの。100円玉ないかな、どこにあるかな、100円玉。うわ、自販機の下で小銭漁ってる。あ、ちょっと500円玉じゃねえ、あれ。ちょ、待って、え、待って、やばい、やってることがガキすぎる。ほら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 、ほら。え、あいつ一応、親だよな、大人だよな。よいしょと、よいしょと。おー、あ、後ろあるんじゃ。やばい、やってることクソガキすぎないか。皆さん、ドッペルゲンガーっていうの知っていますでしょうか。ドッペルゲンガーっていうのは自分と顔がね、もう同じで、そのドッペルゲンガーやると死ぬんですよ。自分と同じ顔とか見た目にしてる人と会うとね、死ぬっていう都市説があるんですけども、今回は、そのドッペルゲンガー特技をやっていこうと思います。今からですね、おかんに変身します。いきます、せーの、さあおばちゃんになったよ、おばちゃんに、ババアになりました。これで今からおかんと会ったらね、死ぬと思いますよ。びっくりしすぎて。何の音？こわこわこわ、空洞音こわ。全然鉱石ねえや。あら、赤坂くん。あ、どうした？鉱石がないのかしら。あ、そうそう、今俺めっちゃ洞窟探索頑張ってんだけどさ。ああ。いや、マジで鉱石なさすぎて、本当にね、今、やマジでやばいよ。すごくなってるよ。あら、私も今鉱石を探しているわよ、頑張って。赤坂くん。あ、今鉱石探してんの？そうそう、鉱石を今探しているのよ、赤坂くんね。そうなんだ。あ、ダイヤモンドあったわ。え、本当に？そう、ダイヤモンドがあった、ダイヤモンドが。嘘じゃないよね。嘘じゃない、本当に。ダイヤモンドよ、これ。そもそも洞窟探索行ってる？うん、行ってるわよ。うん、どう考えても行ってないんだよな。さっき行ったって言ったやん、だって。ああ、そっかそっか。気づいてない。後ろに予感ドッペルゲンガーがいることに気づいていないぞ、こいつ。はいはい、歩きはいいな。なんか視線を感じるな。敵かな。よいしょ。やばい、やばい、剣持ち出した。やばい、やばい、剣持ち出した。あ、どうした、敵いた。なになになに、いきなり黙り込んでどうした、おかん。え、ちょ、え、おかん、あれ、どうした、お前急に。私がいる。いや、なに、いや、いや、そりゃいるでしょ、おかんは。違う、違う、もう一人いるのよ、もう、なんか、な、え、分身した私っていうか。どういうこと？え、なんか殴ってきてる。待って、もしかしてこれ、ドッペルゲンガーってやつじゃないかしら。いや、いいんじゃ、都市伝説だろ、そんなただの。赤坂くん、私のところに、もう無事、もうおかんが襲ってきてるの、おかんに対して、おかんが。お前、バカ、お前、疲れすぎだろ。おい、独占作やめろ、今すぐ、来て。おかんが、おかんを襲いかかってきてんの、今。そう、本当に。お前、俺は今、洞窟探索してなんか、ふざけたこと言うんじゃねえ。やめろ、洞窟探索なんて。私は今、緊急事態に陥ってるのよ、赤坂くん。ね、どうしよう。なに、ドッペルゲンガーが。お前、本当にそれがドッペルゲンガーだとしたら、もう今日か明日とかね、お前死んじゃうんじゃねえの。あ、え、そうじゃん。ドッペルゲンガーってあったら死ぬって言われてるよ、ワンちゃん、お前死ぬんじゃないの。見ないで。ちょっと。大丈夫？見ないでください。見ないでください。松明なんか、松明なんかやってる。松明動かしてる、なんか松明を。どういうこと？ま、松してる、松明。今までありがとうね、赤坂くん。何言ってんの、マジで。赤坂くん、ありがとうね、今まで。私今涙が出てるわ。喜んでるようにしか見えないけどな、こいつ。え、なんかおかん、どうした？なんか今歌ってなかった？どうすればいい、赤坂。え？ドッペルゲンガー今どういう状況？なんか、あれ、どこ行った、うん、あれ、どっか消えたんだけど、あれ、いや、消えたっていうか、お前ただの嘘だったんだろ。違う違う、嘘じゃないのよ。え、どこ行ったの、ドッペルゲンガー。いいから茶番。ドッペルゲンガーが、あ、ちょっと、ドッペルゲンガーが早く帰ってこれそうだから、帰ってくる、行くわ。あ、早く来て、ほら、私が今ドッペルゲンガーで苦しんでいるんだから、早く帰ってきなさい。じゃあここで赤坂の姿に戻しましょうか、一回。よいしょ、オッケー。ほらほら、早く早く。うわ、し、帰ってきたぞ。お前どこのドッペルゲンガーって、ちょっと俺も見てみてえわ。ゴゴゴゴゴゴ、どこどこいたんでしょ。ゴゴゴゴゴゴ、ほら、お前か、違う、これ本物、これ本物か。いや違うの、あのね、さっきね、までいたんだけど、急に消えちゃったんだ。ちょっと待って、おかん、俺が来た瞬間に消えたとか無理があるから。違う、本当なんだって、本当なの、本当なの、本当にいたの。もうそんなね、ただこれっても無駄だから。本当にいたのに。
ブンブン。オードリーだの、オードリー、オードリーだっていうのになんで信じてくれないの。もういい、もう普通に家で言ったりするから、俺は。あれ？いるわけないんだから。見間違いだったのかしらね。よし、ここでもう一回ドッペル限界になりますか。よし。おー、おかしいなぁ。まあ一回家帰るか。よいしょ。一回寝ますか。なにドッペルゲンガーがいる。いやいやいや、どういうことだ。赤坂どこ行った赤坂。いやもう俺、他のただの嘘だと思ってまた動画探索行っちゃったよ。本当に帰ってこい。帰ってこないと。しばくドッペルゲンガーが斧持ってる。ドッペルゲンガーがチェスト漁って、また鉄インゴット盗んでる。あ、そういうこと。鉄盗まれた赤坂。待って、ダイヤモンドも盗まれてる。ほらドッペルゲンガー、ほら。あ、いた。ドッペルゲンガーごめんね。ドッペルゲンガーごめん。ドッペルゲンガー、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 ドッペルゲンガー。ダイヤ返して。じゃあダイヤ返して。あ、ありがとう。よいしょ。あ、なんだこのドッペルゲンガー。いやー赤坂君、私も洞窟探索に行きたいと思ってたんだけどさ、ああ、なんかこのドッペルゲンガーがずっと私にストーカーしてくんのよ。なんかそれ大変だね。どうすればいいかな、これ。もういらないんだけど、このドッペルゲンガー。私一人で行きたいのに、ここ怖いし、なんか不気味だし、ずっとついてくんだけど、何これ。ああ、もう一緒にもう協力して洞窟探索とか行ったら、ドッペルゲンガーと一緒に。邪魔しないでよね、ドッペルゲンガー。あ、うんうん、あ、意思あるんや。え、気持ちあるんや、こいつ。まあ中身赤坂ですからね。なにドッペルゲンガー洞窟探索許可したの。なんかうんうんって首ふなんかうなずいてた。すごいねドッペルゲンガーくん。名前つけてあげるよ。ペル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 達成。気に入った、どう、気に入った、どう。え、違う、気に入ってない。ごめんごめん、帰る帰る。死ぬ。あ、やべ、左下に名前出てる。やばい、気づくなよ。絶対気づくな。みんな見るな。あ、どうしましょう。本当に気づいてないか。消えろ、早く消えろ消えろ。よし、危ねえ、やっぱ危ねえ、バジルバレるとこだった。何しようかな、ゲンゲンとかどうかな。なんでダメなの。美人なおかん2号。あー、オッケー、じゃあ美人なおかん2号行きましょうよ。よしよし、じゃあ早速洞窟探索に行くわよ。あ、いた、2号くん、これ知ってるかな、この生き物。あら、このイカちゃんは知ってるわよ。え、は、しゃ、喋ったー。なんなのよあんた。なんで現れたのかしら、これ。あんま、いや、それがね、怖いことで私にもわからないのよ。なんかでも悪いやつではなさそうだな。なんつったって悪い。私はおかんと同じだからね、性格も顔も全てが。あら、そうなのかしら。あら、可愛らしいわね。私と同じだわね。まあ、言っても私は一応ドッペルゲンガーって扱いだから、あなたはもうすぐね、死んじゃうかもしれないわね。死にたくない。ドッペルゲンガーが喋り出したのよ、急に。ドッペルゲンガーにクイズを出します。なんなのよ、このお花の名前は何でしょう。あら、これはもう私はもうすぐに分かっちゃったわよ。何かしら。これはどう考えても漬物なのよ。たくあんかしらね。確かに美味しそうだわね、これ。食べちゃいましょうかね。よいしょ。あら、美味しそうだわね。むしゃ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 。これはタンポポだわね。タンポポじゃないか。たくあんとタンポポ同じ、たが同じ、似てるっつーてね。あ、痛い。それは、え、なに、今日受け継ぎなんで。あ、ちょっとごめん、俺トイレ行ってくるわ。あ、行ってらっしゃい、赤坂君。じゃあお前はなんか、そのようわからんドッペルゲンガーってやつ楽しんどけ。はいはいはい、オッケー。はいはい。でね、ドッペルゲンガーちゃん、赤坂がトイレに行ったってことはあんた、いたずらし放題。いや、やりたくねえ。わかったわよ。あー、まず、あ、赤坂は飲みかけのコーラがある。もうこんなん壊しちゃえ。よいしょ。あらららららら、赤坂大事に飼ってる金魚がいるわよ。あら、こんなんいらないわ、あらららららら。面白いね。代わりにかわいそうだから土でも置いてあげましょうかね。あら、おかんちゃんはちょっと優しいところもあるのね。そうなのよ、私はちょっと優しいのよね。いや、だいぶ優しいのよね。いや、スーパー、いや、世界一優しいのよ。いやー、ドッペルゲンガちゃん、すごいいい子だわね。赤坂なんかと一緒にいるより楽しいわ。いやー、楽しいわね。それはないんじゃないかしらね。
あの坂ちゃんもとってもよく可愛い子で素晴らしい子で素敵な子なのは忘れちゃダメなのよ。あ、確かに、ね、でもいいとこもあるからね。でもドッペルゲンガーちゃんと入れて私嬉しいわよ、楽しくて。でも死んじゃうんだよね。そろそろネタバレしてあげるか、おかんに。よし、なに、どうもどうも。 あれ洞窟探索行ってたんじゃないの？いや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 、いや行ってないよ。なんかずっとおかんと隣にいたよ、俺ずっと。はい、ということで本日はドッペルゲンガードッキリー、全部あれ俺でした。あ、じゃあ死なないってこと？あー、よかった、死ぬかと思った。ほんと緊張がほぐれてトイレしたくなってきたわ、ちょっと。いや、どうしたどうした。あ、漏らした。ちょっとおトイレの替えを行きましょう。なにこれ、これは、あ、まあ、何を赤坂、これこんなのも用意してたの、ドッペルゲンガー。え、いや、さっきのはさ、俺がお金返信してただけじゃん。うん、でも俺はもう俺じゃん。え、俺用意してないんだけど。あれ、これガチのドッペルゲンガー、あれ、あ、